どうも皆さんこんにちは。本日の戦いも何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日の対戦相手ですが、こちらの一足になります。そして戦いの舞台は今回もスニーカーズとなっております。事前抽選ですが、アンブッシュの公式に申し込んだ後に、今日が仕事のお昼休みを利用して店舗に取りに行くっていうことが難しそうな日っていうことが判明しまして、MA5 やドーバーは抽選を受けておりません。またアンブッシュ公式も外れておりまして、今回も残っているスニーカーズでの戦いとなります。ということで今回は12月に欲しいスニーカーのその他のスニーカーでは最後にさらっと触れていたモデルですが、注目されている一足になります。日本のバイク、車、トラックの文化を称えて、オリジナルバージョンのダンクを構成するパーツのバランスをアレンジして、スウッシュはバイクのパイプのようにヒールの先まで伸びているというようなことで、このスウッシュの特徴はバイクのマフラーから来ていたというような感じですね。で、ユーンご本人のコメントにも、バイクのような見た目のシューズにするにはどうすればいいか考えたとあるように、言われてみると確かにという雰囲気も感じます。もちろんスウッシュだけじゃなくて、特にヒール部分はトップからボトムの部分までパッと見で分かるぐらい通常のダンクとは異なっていたり、かなり特徴的なフォルムになっていて、すごく興味深い一足です。で、個人的にも実物がどんな感じなのかもすごく気になっていますし、写真を見ているだけでもかなりスタイリッシュなイメージなのではないかと楽しみにしております。ただ一点だけ、自分のファッションに合わせられるかっていうのは心配です。基本的にカジュアルなものが多いので、このバキバキなスニーカーを履いた時にきちんと収まるのかっていうことは気がかりではあります。あとこれ足数はどうなんでしょう。アンブッシュで言うと、これの前のコラボがエアマックス180だったと思うんですが、あれは当日は完売して、その後結構リストックがあったような気がするので、これももしかしたらそこそこ数はあったりするのかもしれないですかね。正確な情報を知らないので何とも読みにくいなと思っています。とはいえ、ただでさえダンクが買えないっていう中で、アンブッシュのコラボモデルっていうこともあって、相当な人数が参加するのは間違いないでしょうし、買える見込みはかなり薄いのではないかと思っております。まあそういうこともあって、今日はダメでもともとくらいの気軽な気持ちで臨んでいきたいと思います。さて直近12月の戦績ですが、昨日動画に上げさせていただいた通りですが、ダンクの黒木、こちらをまさかの寝坊でスニーカーズの抽選も受けられずという完全に自己責任の絶望を味わい、結構へこんでおります。あとは J バルビンの AJ1 もダメ、ダンク SB はフレームコラボもウィートモカも外れというような感じです。ただスニーカーズでは外したものの、 AJ4 の差し子がナイキ原宿のリストックに遭遇したことで購入できておりまして、11月後半は全然ダメだったので、12月はとりあえず一足買えてよかったなっていうような感じです。で、今年この後に残っている挑戦は結構大物ばかりで相当きついと思うので、もしかしたら今日が一番買いやすいかもしれないと思っております。ちなみに今日はアパレルコレクションもジャケットとパンツ、あとはロングスリーブも同時に発売になりますが、こちらは狙わない予定です。さすがにこのウィメンズラインを着こなす自信はないので、ちょっと今日は見送りたいかなと思います。と言ってる間に間もなく9時を迎えそうです。果たして無事に購入できるのでしょうか。はい、9時を迎えました。まずはエラーを起こさずに抽選に申し込めました。無事抽選に参加できました。ではまた少し時間もありますので、この後のスニーカーズで発売されるスニーカーを見ていこうかと思います。前回からまた追加されているものもありますので、サクッとご紹介していこうと思います。まずは今日同日発売の AJ1 ズームのセールカラー、これはカラーリングはめちゃめちゃいいなと思っています。最近出ている AJ1 ズームの中ではこれが一番欲しいです。ただ先日ナイキ原宿で AJ1 ズームを結構な種類見まして、やっぱり細かい部分のフォルムとか質感、素材感がちょっと微妙かなというのを改めて感じまして、今回はパスしようかと思っております。まあズームじゃなければ確実に狙いに行ったんですが、
まあそんな感じです。で続いて明日発売の AJ11 のジュビリー、これは何度もお話ししていますがパスする予定でおります。で続いて16日、まずは AJ9 のユニバーシティブルー、これは前回もお話した通りパスします。そして同日のダンクハイのバーシティパープル、これは欲しいです。パープル系が好きでクリアソウルも絶妙に良さげっていうのは以前にもお話ししているのですが、黒キーをやっちゃったっていうことで優先順位が繰り上がった感じもしています。そしてエアマックス95のイエローグラデ、これもついに登場ですね。これはさすがに狙わない方はほぼいないんじゃないでしょうか。もちろん私も狙っていきたいと思っております。でその後の SB ダンクローのショーンクライバー、これは本当にホリデーシーズン感がすごく出ていてかなりいいカラーですね。これも積極的に狙っていきたいと思います。続いてモアテンのブラック、こちらは私はパスする予定でおります。まあ一時期のブームに比べると収まった感はありますが、好きな方も狙われる方も多いと思いますが、私は今回のカラーについてはパスしようかと思います。という感じで年末の最後には堺のベイパーワッフルの新色も出てきますが、少し長くなりましたので今日はこれぐらいにしてまた次回にしたいと思います。それでは間もなく抽選が締め切られる頃でしょうか。それでは次のシーンに飛んでみましょう。さあ抽選が締め切られました。ここから数分後に結果が通知されるはずですね。それでは間もなく結果が出る頃でしょうか。寝坊の失態を取り返したい、アンブッシュナイキダンクハイ、購入できるのでしょうか、それともできないのでしょうか。結果は、帰っちゃいました。絶対変えないと思ってまして、変えてないセリフしか考えてなかったんですが、まさかのゴッテム。なんで？いや久々のゴッテムで嬉しいんですが、今まだ9時12分でして待機時間も短くてあまりにサクッと変えてしまったので、ちょっと感情がまだついていってない感じです。そこまで人気がなかったんでしょうか、それとも数が多かった。いやでも数が多いっぽい時はもっと抽選に時間がかかってる印象なので、そこまで激戦ではなかった感じでしょうか。いやでもびっくりしました。正直今日はどうせ買えないだろうなぐらいの気軽な気持ちで臨んでいたので、まさかの展開すぎました。いやでも実物を見るのがすごく楽しみな一足だったので、これは素直に嬉しいです。皆さんの結果はいかがだったでしょうか。ぜひぜひコメントにもお寄せくださいませ。おっと、ということで本日の動画もここまでのようです。本日はアンブッシュナイキダンクハイに戦いを挑み、なんとなんと無事に購入することができました。久々のゴッテムおめでとうと思っていただけましたら、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の試合でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。